どうも、病み上がりです。この前八丈島から帰ってきたらものすごい熱が出てしまい、今に至ります。治りました。今回ですね、とある山に来ておりまして、この前ね、ミヤマカラスアゲハの採取をしたんですけれども、ちょっとね、寒冷地寄りの山に来ております。そしてなんと、どうも、ぶっしょりチャンネルのアリュです。今回ね、ちょっとアリュさんにご案内していただいて、寒冷地の綺麗なミヤマカラスアゲハをちょっとね、採取していこうかなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そうですね、あ、こっち、めっちゃ綺麗でしたね。すごかったぞ、今一段でもう青がバチバチだったんで、バチバチでしたね。アサギマダラがいる。あ、惜しい、あれアサギマダラだ。ここに青大将の鳴き殻があるんですけど、結構ハエがたかってて、ここにシデムシの仲間がいますね。動物の死骸を食べて分解してくれる森の掃除屋さんなんですけど、これよく都心でも見られる大平田シデムシとは違って、前胸部が赤い種類ですね。ベッコウヒラタシデムシかな。これ初めて見ましたね、僕。いや、ちょっとね、1頭ぐらい採集したいんですけど、さすがにここに手を突っ込む勇気はないな。サカハチチョウが取れました。春型ですね。こいつね、裏側もめちゃくちゃ綺麗なので、ちょっと裏天使用にこいつもらっていきましょう。ほら、裏側すごいでしょ。宇宙みたいな模様してますね。で、表がこんな感じです。意外と羽が切れちゃってたのは残念ですけど、春型のサカハチチョウです。います？いました。絡んでて一匹地面に止まってたんですけど、ちょっと飛んじゃったかな。ミヤマカラスアゲハ、こういうタミウツギの花に休蜜によく来るらしいんですけれども、なかなかね、こう取りやすい位置に降りてきてはくれないですよね。難しい。すげー、さすがです。あれ、カラスっぽい。カラスかカラスかよ。ミヤではなかったですね。あ、でもめっちゃ綺麗ですね。あ、オスですね、はい、おー、カラスアゲハですね。オス、結構綺麗な個体ですね。ですね、うん、羽表見ていきましょうか。見ますか。ででん、おー、あー、めちゃくちゃ綺麗だな。さすが春型のカラスアゲハ。これ綺麗ですね。うん、めちゃくちゃ綺麗ですね。寒い地方特有で、なんか青い鱗粉のノリがいいですね、うん、やっぱ鮮やか、本当に。そうですね、本当はね、もっと黒くなるんですけどね。確かに、今回初アゲハこちらのカラスアゲハです。やったー、これヤマキマダラヒカゲでしょう。これは確実に、このね、格子の付け根の3つの丸い点が特徴とかだったりするんですけど、今までサトキマしか見たことなかったので嬉しい。ヤマキマダラヒカゲゲッチ。今ふと冷静になって思ったんですけど、アリエさんと蝶々の採集一緒に来てるってヤバくね。あ、いいっすよいいっすよ、アリエさん行っちゃってください。ちょっとお願いします。あれ、死んでる、生きてんの。あ、そういうこと。入った。ああ、なるほど。なるほど。そういうことですか。はい、こういうことでした。あれですかね。車にぶつかって。そうですね。ローキルみたいな感じかな。にしても結構綺麗な状態でお亡くなりになってますね。これ綺麗ですね、うん、綺麗なオスですね。すげえ、めっちゃ綺麗だ。触覚がなんかもうなくなっちゃってる。あ、本当だ。あ、でもアリに食べられてた途中だったのかな。そうですね、なんか、うん、最近じゃなさそう。触覚がなくなってるとちょっと、確かにそうですね、標本っていうとあれだから、トラップぐらいには使えそうです今回初、一応姿を拝めましたよく気づきましたね。取れ高ゲット。取れ高をゲットしました。取れ高ですか。取れ高です。お、もしかして、お、来たー、ついに。こちら、アサギマダラ。
アサギマダラのオスですね。あ、そうですね。ここに製氷があるので、これオスの証ですね。なんかようやく取れましたね。煽らに煽られて今まで5回ぐらい見てるんですけど、ようやく取れました。本当に取りやすい蝶のはずなんですけども、毎回取れ高逃がした、取れ高逃がしたっていや、みんな大好きアサギマダラです、うん、はい、マーキングはされてないかな。あ、しかも結構綺麗な綺麗ですね、まあ、多分今の時期羽化したてなんじゃないかな、うん、腰の色いいですよね。腰好きだな、はい、綺麗なアサギマダラ。あ、こんなところにミヤカラがと思ったんですが、先ほど道端でお亡くなりになってたミヤマカラサゲハを地面に置いていました。どうやらミヤマカラサゲハのオスはこういった別のオスをアタックしに来る習性があるらしくて、ちょっとトラップがてらここに置いてみます。まあ成果はあるのかどうなのかは分かりませんが、ダメ元でねちょっとやってみたいと思います。メスはこれにアタックしには来ないらしいんですけれども、まあ、オスだけでもね来てくれれば御の字ですね。ネットインしたのはこちらオナガアゲハですね。一瞬カラスかなって思ったら、大体こいつオナガアゲハのオス。この子逃がしましょう。さよなら。皆さんこの鳴き声聞こえますか？ちょっとね日暮らしっぽい鳴き声だと思うんですけれども、まだ5月、これ春ゼミの仲間ですね。初めて聞いたな。セミって夏だけじゃなくて、こうやって春にも出てくる種類がいる面白い虫ですね。春ゼミ、何春ゼミでしょうか。はい、こちら最後の最後でアリウスのサムネ撮影中に捕まえたメス。メスやっぱめちゃくちゃ綺麗ですね。ちょっと今ねバタフライケージ越しなんで見にくいと思うんですけど、表すごい綺麗ですね。オスとはやっぱ違う美しさがあります。この子は採卵用にアリウスさんがお持ち帰りするとのことで、無事ねたくさん卵を産んで元気なイモイモがたくさん出てくれるといいですね。いや、取れてないだけなんですけど、個体数的にはそこそこ見れてるんですよね。あとはちょっと高くて取れないところだったりだとか、まあ、単純に僕の網の振る技術がなかったりだとかでなかなかね取れないんですけれども、もうほんと綺麗なねミヤマカラサゲハたくさん見ることができました。はい、というわけで、まあ私はちょっとミヤマカラス取れなかったんですけれども、無事アリウさんの目的であるメス取れたので、今回連れてきてもらって本当にいろいろ勉強になりました。ありがとうございました。いやー、ちょっと実際に取らせてあげられなくてちょっと申し訳ないですけど も、 大満足です。ありがとうございました。またねちょっとお呼ばれできるように頑張りますので、いやもうぜひ行きましょう、行きましょう。ぜひぜひ今後のこともよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。というわけで今回ねアリウさんと超採集ありがとうございました。ありがとうございました。またね、またね、バイバイ。